皆さんどうも、タイガーです。お疲れ様です。現在強ピー1747、5位ですね。はい、順調に上がってます。で、まあ目指せ1800というわけでやっていくんですけど、まあ普通にまずは阿部祐介使いたいと思います。ですね、今現在キャラ強ピーでハーピーがですねここまで来てるんですよ。はい、順調。1はチヨンさんですね。で、まあなんかハーピーキャラ強ピーやってるわけでもなく、普通にやってたらいい感じに上がれたんで、ちょっとキャラ強ピー真面目に狙ってみようかなとも思ってます。で、まあそれはともかく、まあ、前回ですね、次阿部祐介の動画撮ろうかなって話を多分したと思うんですよ。なので今回は阿部祐介使って祐介キメガかな、うん、祐介キメガですね。はい、祐介キメガを今回やります。で、まあ、次回にはキャラ強ピーでハーピーやろうかな。まあもし強 P がユースケキメガで1800とかね、手前までいたとかしても、まあハーピーかな。いや、まあそこは分かんないですけど、とりあえずやっていきたいと思います。今回はユースケキメガで、強 P を更新目指して、とりあえず1750目指して1800チャレンジですね。はい、そんな感じで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。というわけで1戦目やっていきましょう。お相手もユースケ、ユースケミラーですね。今回の名前は、前回ウマサラダって名前だったんですよ。なんでかっていうと、まあ、プリッツの味の名前なんですよね。プリッツで一番、まあ、売れてるのかな、生産されてるのかな、長いウマサラダなんで、次は名前をプリッツにしました。はい、プリッツでいきます。ユースケキメガでやっていきましょう。こだまはね、ユースケ奪えないんで、なし。あー、もういいんじゃないですか。大型の相性もいいし、ユースケに UFO あって、ウルフケットし、もうガチャキャラばっかですね。これはやばいな、強いな。まあ、ただ相手のユースケに有効な札ではないので、いかにユースケをうまく、こっちのユースケを駆使しながら回避できるか。そして、まあ、ユースケが苦手なキャラ、まあ、いますね。ケルベロス、まあそんなあんまいないですけど、デビルとかね、そこら辺のキャラに対してケットシーを合わせられるかどうか、そこら辺が重要な部分かなと思います。さあ、砦をもらいたいんですが、もらえてないですね、残念。ただ一番奥の砦は削り切れそうな、そんな雰囲気がありますね。さあ、そこはうまく倒してほしいところ。え、UFO 間に合ってないのそれ、マジか。まあ、とりあえずここはユースケで倒してもらいましょう。 OK、倒してもらった。で、ここも正直ね、あんまりね、キャラを使いたくないんですよ、できれば。で、ここは倒した。さあ、ウルフが行く。しかしウルフがウルフを持ち上げてしまったので、特に意味がない展開。さあ、ここはしっかり倒してもらった。取ったのもでかい。さあ、ここもウルフで閉じ込めて、倒してもらって、砦ワンパンっぽくないですかこれ。取りましたね、いい感じ。あと1体ユースケ流れてますね。ここも UFO で回収しちゃいましょう。さあ、裏にはクレフラー、ポス切っちゃいましょうか。まあ間違いなくこれでキメが来るでしょう。裏大丈夫だよね。ユースケ強すぎだろマジで、やばっ。さあ、剣士引っ張ってユースケ当ててケットし流しましょうか。さあ、ここ倒してケットし流して、ただひたすら流しましょう。キャラ出されてますが、まあ問題はないと思う。とりあえずもうひたすら前。 OK、 あとはワンパン入るかどうか。コストは勝ってるんで、キャラはいっぱい前に行ってるんですけど、ケトシが行く、ナイス。さあ、いい感じ。お相手も同じでしたね、大型が。珍しい、多分決めがと思います。ありがとうございます。美味しいな、来るかな。あれ、これ強 P の表記と格闘キャラ強 P の表記変わってません？前なんか強 P と格闘キャラ強 P って入れ替わってましたよね。さあ、続いてやっていきましょう。2戦目、今現在強 P1758 かな、多分さっき11もらったんで。
今までなんか強 P 手に入りましたで入れ替わりでキャラ強 P が表示された気がするんですけど、なんか表記変わってましたね、下にずれてましたね。まあそっちの方が見やすいけど、そうお相手がミノタウロス。ミノね、ミノか、ミノな、どうしようかな、裏が読めない。まあ大体決め柄とは思うんですけど、いやどうかな、言っていいかな、名前がミノ、頑張りましょうか。サイで砦が取りたい、剣三部一丁、第3まで取れればねめちゃめちゃ熱いですけど、第3さあやっていこうか、取っていく OK で、お相手もユースケですね。ただこちらはリーダーなんでさすがに殴りがちますね。さあしかし、まあ、うおーはするとして、裏のあれがめんどくさいので裏の輩をわしづかみしていく、で上もハーピーで混乱かけていく、悪くないですね流れは。サイ取られたのはよろしくないけど、さあここはサイ来るの分かってるんでしっかりとレイガンでブロック、突き上げてほしくはない。さあ倒していく、素晴らしいですね。でハーピーがやたら頑張ってますね、えらい。でそのお相手のレイガンちょっと痛かったですけど、なんとか倒してもらって、でここもできれば足掴みをしてほしい、素晴らしい。さあこれでユウスケは勝利可能、勝利ができると。で奥はハーピーだけでやってほしいんですがどうでしょう。さあレイガンを打ってはもらえず残念。さあここはハーピーでしっかり処理、奥もハーピーで処理できている。でお相手にカニがいるっすね、まあ、こっち決め柄だと思ってますよね間違いなく。もうちょっと時間使いたいな。さあノーム切って決め顔を呼びましょう。でミノ OK、 決め顔じゃなくて先にミノ。さあここはさすがに決め顔で、お相手に決め顔切ってくると思うんですけど、決め顔来る分には決め顔じゃない、あ裏ユースケか、そうか2枚進撃強化だ、ちょっときついな、どうしようかな、まあ、倒してはした。さあここハーピーで、ここユースケでサイ、さあレイガン、レイガン倒してほしい今く。さあワイバーが掴む、取るサイ、さあワンパン入ってほしい、入っていく、ナイス。さあミノはしっかり押さえてあげて、いいんじゃないですか、なんとか点差勝利、ミノユウスケですね。めっちゃもらえる、表記変わってて違和感があるな、え強 P めっちゃ上がってる、今1770じゃないのこれ。さあ続いて頑張りましょう。いや強 P めちゃめちゃ欲しいですね、点差でこれなんで、ちゃんと干渉できてればもっと上がってるっすけど、まあ、なかなかアイテムうまいんで、干渉はね難しいんですけど、まあ、頑張っていきましょう。レドラですね、レドラの裏なんだろう、ブルガかな、うーん行くか、まあ、ブルガ読みで行きます。でレドラにはリリスで決めがじゃなくて、いやー好きやばいな、スケかちょっと嫌っすね。まあ打っていきましょうか、しっかり大砲打ってもらいましょう。さあここもしっかり押さえて OK、 取りでも取って、さあスライムにスケ重ねてきてしっかりして、しっかりとユウスケを処理しに来るが、しかしユウスケがコラボ猫と一緒にいるからこそ頑張ってくれてますね、ありがたい。さすがにやられますね、まあここで俺が病んでレイガン打ってくれるんで、なるほど、ハーピー切っちゃいましょうか、こう倒せそうだな。でこれレイガン打ってから回収、そしてユウスケもう一度召喚、
さあここも、そこはねトルネに行くんで削ってくれる。いい感じに、いいっすね、キャラ使わせてますね。だいぶいい感じに、だいぶいい感じにキャラ使ってくれてる、使わせられてる。さあ、あーなるほどね、リリスか。オッケーオッケー、回収成功。さあハーピー切って、君が切りましょうか。もうここもハーピー切って、上のコラボ猫はちょっと危険なんでしっかりと見て、さあガオー触れてるんで倒せはするでしょう。僕も大丈夫、小悪魔に狩られてしまいましたが問題なし。さあリリス、ユースケ、ハーピー、ハーピー、さあレイガン撃って一体やられますが、まあ、問題ないでしょう。倒してもらって、あとは間に合うかどうかって感じ。どうかな、 UFO 流そうか。もうさあレイガン頑張ってくれてますね。だいぶ完全決着なんで、リリス小悪魔出してくれ、頼む。いけるぞ、ナイス、素晴らしい。なかなか干渉には至らないですけどね。リリス小悪魔は出さないな、小悪魔いないよな。うん、まあ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 、まあ、いいでしょう。というわけで点差勝利ありがとうございます。さあラストいきましょう。ラストラストがですね、かなり鬼門ですね。これはねえぐいっすよ。カエル剣士リーダー、もうねバルキリー使ってる時に散々苦しめられたんで、今回はちゃんと迎撃いきたいで、スライムをですね優先枠に変えたんですよ。ユキンコ優先枠外にスライム優先枠に変えたんで引ける可能性はある。おい、なんでユキンコ引くんだそこで。引ける可能性はある。あーもういいんじゃない、これでクレフラでいいでしょ。ちょっと迎撃多いですけど、まあもう片方の大型がブルドラっていうね突破型なんで、血統シーで時間かけてケルベロスでユウスケ見てクレフラ白前で、キャラ数は少ない、そこだけ注意。うまいことカウンターしたい。大型戦ですね、全部全ては大型戦でどうなるか。変える？取れ。ここもちょっとめんどくさいんで、できれば飛ばしたい。ここも飛んでほしい。まあユースケですよね、そりゃ白前クレフラ。でもう後ろはいいっすわ、削らせます。こそこそ使わされすぎちゃうんで。さあユウスケ頑張ってくれてますね、だいぶ。ただこれカエルがねずれてるんですよ、そこがとても気になるところ。こちらケットしてみようか。 OK、 できれば食べてほしかったんだけど、まあ、食べてはもらえず。ただユウスケをやってくれるかな。いやー一発痛いなー、あそこは倒してくれるから OK で、カエルは見切った。で相手カタバルトがいますね。もう1枠なんだろう、もう1枠が読めん。さあやりきれず、さあムカつくぜてめえと。ここはしっかりケルベ出してユウスケを狩りに行きたい。さあこっからっすね、もうね攻めれるかどうか分かんないっす。もう1枠なんだろう相手のキャラ、分かんない。ケトシ流してみよう、これに出てくるキャラ次第で分かる。カエルユウスケカタパルトが出てますね今。カタパルト、じゃあブルドラ流しちゃうかも。なんだもう1枠チビクロか、なるほどね。あ、大型引いてないじゃん1本、なんだよ。いや2本引いてないワンちゃん、もう1個なんだ大型。ここで大型出てくれば2本引いてないけど、まあ、多分引いてるだろうなさすがに。まあ大型引けてないのか、大型1枠使う、あー引いてないですね大型1本も。なるほどね、ありがとうございます。ちょっとねカウンター食らいそうだったんでゆっくり行きましたけど、まださかの相手が大型引いてないっていうね。
はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今現在強火ここまで上がりました。1771ですね。いい感じ。1800まであと29と、まあ、頑張ってやっていきたいと思いますが、今回の動画はここまでで、ゆうすけキメガでやってきました。まあ、安定の強さですね。はい、で、次の時に何をやるか考え中で、1800チャレンジのためにゆうすけキメガをするか、まあ、あとは普通に強いし、キャラ強 P もあるからってことでハーピーゆうすけをするか、まあ、またはハーピーキメガ、まあ、どうしようか迷ってます。勝てる方を探してます。どっちにしようかなどっちかどれにしようかな、迷いますね。まあ頑張ります。はい、というわけでそんな感じで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。